はい、こんにちは。鹿児島大学の全科式、まあ普通のものなんですけども、まあ、ちょっと変わってるのは、ここが N の二次式になっていると。これ二次式じゃなくて一次式だけだったら、まあ一個上から引き算しちゃえば、まあ例えば 2an。ここが一次式だったら、別に何でもいいんですけど、上、一個上のやつを書いてあげて、で、プラス3、括弧 n たす1と。こんな風にしてあげて引き算してあげれば、an プラス2引く an プラス1が2括弧 an プラス1引く an 足す3だけ。n が消えて、これで、まあ、これを bn 図でも置いた全化式の普通の形ができて、で、これ解いたら、解差数列が分かると。解差数列が n の式で出る。ので、あとはまあ解差数列の公式使えば出るっていう感じで解けるんですけども、これ N の二次式になってるんで、二次式だと一回今と同じ作業をしても一次が残っちゃうと。もう一回引き算すればもちろん今と同じように消えるんですが、二回引き算すると結構大変なことになっちゃう。三交換になるのかな。ので、まあここはそうじゃなく、理想形を元に、式を変形してあげようかなと。AN プラス1、まあプラスでもマイナスでもいいんですけど、F カッコ N の式。まあ、ここは当然、n の二次式になるでしょうと。が、まあ、この2を尊重して、2括弧 an プラス f 括弧 n と。まあ、こういう括弧に変形してあげれば、この公比2の等比数列になると。いうことで、じゃあ、あとはこの f 括弧 n を決定してあげればいいだけで、じゃあ、これも一旦は、普通、元の式と同じように、これ以外は右辺に寄せちゃうと、2an で、マイナス f カッコ n プラス1足す 2f カッコ n と。で、じゃあ、この f カッコ n っていうのは、まあ、n の二次式なんで、じゃあ、係数わかんないから、pn の二乗プラス qn プラス r と。で、もして、あとはここが 3n 二乗プラス 3n になるように、pqr を決めてあげればいいと。じゃあ、こっちから先行こうか。マイナスだから。普通にこのまま、pn の二乗プラス qn プラス r 引く、あ、これの2倍だ、2倍。引く、p カッコ n たす1の二乗引く q カッコ n たす1引く r と。で、あとはこれを整理して、係数比較すればいいんですけども、まあ、こんなの n2 乗の係数いくつかなっていうと、2p と、ここに n の2乗が出てくるんで、2p 引く p だから p と。まあ、この時点でもう p は3と決定ですね。で、次 n の1次の係数はっていうと、1次はここに2q と、ここに2乗するんで 2p ですね。マイナス 2p。と、あとここに、マイナス9があると。で、あとは、定数は、2r 引く p 引く q 引く r と。じゃあ、これでもう p が3は決定で、p が3だからここは、q 引く 2p が、3になればいいと。で、p が3だから、q 引く6が3だから、q は9と。で、あとは、ここ、r 引く p 引く q なんで、r が知りたい。r 引く p が3、q が9が0になればいいんで、r は12と。じゃあ、これでもう、理想形の等比数列ができましたと。an プラス1。足す、3括弧 n 足す1の2乗プラス9括弧 n 足す1足す12が2で、an プラス 3n 2乗プラス 9n プラス12と。もう、これは公比2の等比数列ですよ、ということで、あとは出せばいいだけと。じゃあ、この an 足す
3n2 乗プラス 9n プラス12っていう数列は、AH が1なんで、1たす3たす9たす12だから、10、25。初項が25。で、項比が2の n 引く1乗と。じゃあ、an は、25×2 の n 引く1乗。で、あとはもう移行するだけ 3n2 乗マイナス 9n マイナス12という、こういう式になりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。